清の義士の話。義士が不運すぎる。独身時代、親友に彼氏を寝取られて失恋。会社の同僚だった義兄の猛アタックの後に、交際、結婚。結婚式を挙げたホテルで、他の結婚するカップルとすれ違う。それが元彼と元親友。新婚旅行でヨーロッパ巡り。パリのエッフェル塔を見ながら、カフェオレとクロワッサンを楽しんでいたら、隣の席に、お一人様旅行中のおつぼねが偶然居合わせた。義士は超絶美人なので、おつぼねに相当いじめられ、結婚を機に退職。このいじめの張本人のおつぼねだった。せっかくの新婚旅行の思い出に泥を塗られた。帰国後は、義兄の会社の社宅に住むも、割り当てられた社宅は、海外赴任になった、別の社員さんの一軒家。治安は悪くないエリアなのに、トラブルが発生。近所の子持ちママが泥棒に入り、まとめサイトに乗りそうな泥、発見、示談。二度目の泥、現行犯で発見時に暴れて、社宅を破壊、逮捕。という騒動が、私の実家所有のマンションが、ちょうど一部屋空いたので、私は、夫の仕事の場所の関係で、そのマンションには住めない。義士夫婦に住んでもらうことに。泥ママは、初回を示談にしてしまったので、再犯にならず、執行猶予がつき、塀の中には送れなかったものの、泥ママは離婚、実家送り。なんと、その実家が、義士の引っ越し先の、隣の民家だった。当初の家から、2軒またいで引っ越ししたのに。当然、再度転居。やっと落ち着いて、大変だったね、という時に。知らなかったとはいえ、最悪な場所への転居を進めてしまったということで、私実家と私たち夫婦から、義士夫婦に旅行をプレゼント。少し前のコロナが落ち着いてる時期に、北海道旅行をプレゼントして、ちょっといいホテルを取ったら、ディナーの席の隣の席に、例のおつぼねが鎮座。厄払いは何度も行ってるのに、行く先々に嫌な人がいすぎて、気の毒すぎる。